焼きパン、確かに焼いてる、見てトースターみたいなので焼いてくれてます。これがね、もう私がわざわざ麻生区にこのために来てると言っても過言ではないくらい大好きな顔もっかいなのです。とにかく一番並んでるので、麻生区駅から徒歩圏内にあるローカル市場ホエルマーケットを調査して、サディーカープクラのエリです。今日はなんと新メンバー、じゃじゃーん、プリちゃんです。自己紹介お願いします。ポクラのプリです。サイジンです、よろしくお願いします。日本語ペラペラのサイジンがまた来ました。あの、プリちゃんは YouTube のスタッフでもあって、はい、でちょっと今日はね、出ちゃおうということで、今日はね、どこにいるかというとスクンビット16です。麻生区駅からどれくらいかかった？10分くらいかかりましたね。歩いて10分くらいの場所なんですけど、結構ね、美味しいものがあると有名で、私も昔から実は来てたの。あの、顔もっかいが大好きなんだけど、はい、ちょっと待って、エリちゃんはわざわざ顔もっかい食べる？そうですよ、普通は顔もっかいが大好きだからここに食べに来てたの。だからそれを食べてほしい。私ここ来たことないんです。でもなんかここのしゃぶしゃぶ、焼きパン、ケバブが美味しいって聞いてます。そんなに美味しいのがあるの？食べたい食べたいです。出してしゃぶしゃぶって何？屋台のしゃぶしゃぶ気になるの。気になりますね。ちょっと早速見てみましょう。一軒一家がある感じがしないんだけど、中に入っていくとちゃんとありますので。ぷくぽチャンネル、こんな感じで市場が広がっていきます。なんかかわいいね。かわいいかわいい。これブドウだよ、スイカだよ。ブドウですか？これいくらだ？120バーツ。あ、まあまあいい値段するんですね。かわいい、かわいい、でもかわいい。天下のセリーヌ様、セリーヌ様がここで買える。セリーヌサービス。あ、これも120バーツでみんなセリーヌが手に入っちゃう。違うけどね。この洋服かわいいんだよ。すごいカラフルでかわいいね。かわいいですね。これかわいいね。かわいいそれ。なんか T シャツとつけてなんかかわいいですよ。確かに。こっちのオレンジ色の。あ、これさ、ふわふわ。日本人の人も結構今好きだよ。ティハイ、ハニータライパー、ティーラーハイフィン、450バーツですね。可愛いのがいっぱいあるね。これ、日本人が気になりますよ。パジャマの上下セットとか売ってます。ね、アクセサリーとか小物もあるし。あ、なんかこっちね、可愛いポーチが売ってる。超可愛い。なんか興奮してる人いる、急に。めっちゃ欲しい。これあのエアラインのアメニティです。あー、これさ、ビジネスクラスとかでもらえるやつじゃん。あー、そうですね。すごい、高級格。あー、なるほどね。ポチタイって書いてあります。さすが、あ、そういうことか。何のポーチかと思った。さすがコマちゃん、オタク。これお店の人が AOT っていうタイの運営の空港をやってる会社から直接買ってる。あれも全部航空会社なの。そうでしょ、わざわざ。わざわざ安いね。急に安いねって話しかけられた。サディーカー、私は渋谷好きです。私は渋谷が好きですと言われました。イエーイ。愛用の予備、愛用の予備、なんだなんだ。バレンタイン。あ、バレンタイン。愛用の、愛の日って言いたいんですね。バレンタイン、愛用の予備。皆さん、今日はバレンタインの日なんですよ。今日は撮影日がバレンタインですね。渋谷、え、何者何者。なんかずっと渋谷、渋谷って言ってる。いや、あの、に日本が好きということですね。そうですね。あ、こういう靴とかスニーカーも皆さん490バーツとかで売れ買えますね。あ、これとか可愛い。クーマがいいですね。クーマ、クーマ、本物かどうかあなた次第っていう感じなんですけど、かわいいね。マスクの子が、マスクの子が。じゃあちょっと食べ物の方に見に行こうよ。こう雑貨もたくさんあってスーパーに行かなくてもいいんだけど、せっかくだから今日は食べましょう。はい、ね、ケバブ屋さん発見しました。何さん、ケバブが、チキン、メニューがチキンとチキンチーズって英語で書いてあるね。わかりやすい。おいしそう。しかも安い。安いですね。普通のチキンにする？ケバブ。まずはこう
こちら皮をね、キューブの皮を生地を少し温めて野菜を乗せていきます。これだけ野菜入れたらもうカロリーゼロよ。ケバブって最高だよね。そのほぼ野菜を食べてるから痩せたい。痩せたいもん。私も痩せたい。バチキンたっぷり。はい、野菜みたいな。今ソース辛いの大丈夫かって聞かれました。美味しそう。でも暑いですね。ちょっと熱気がすごいの、この鉄板の。今プリちゃんが聞いてくれたのはどれくらい売れてるかっていうのを聞いたら、もう11時半くらいになると人がわーっと来て、そうですね、すごい混むみたい。だから11時半より皆さん前に来た方がいいかもね。よく食べるかなね。結構見るよね、屋台で。結構見る。はい、じゃあケバブ出来上がったのを持って次のを見に行きましょう。焼きパンとはどれでしょう。あ、これね。焼きパン、確かに焼いてる。見て、トースターみたいなので焼いてくれてます。え、おいしそう。あ、カノンパンピンヌイソって言ってパンのバター焼き。パンコだね、やっぱりタイのシューロース。揚げパンですね。おいしそう。こっちがおすすめなんです。あ、おすすめはこっちなんだって。こっちですね。なるほどね。ミルクバター焼き。あ、ミルクバター焼きいきましょう。練乳ってことだね。こんな感じでパンを焼いてくれてます。1個20バーツ2個で35バーツね。おー、2個買ったら35バーツ、そうですね。カポンカー、熱かな。あ、サーブって書いてある。あー、今こちら奥に入ってくるとちょっとしたフードコートみたいになってるんですけど、そこに今シャブって書いてある看板見つけました。最後なんだけどね。あ、シェフだそうです。バリーファイ。こんな感じで野菜がずらっと、野菜や具材が並んでいます。これどうやって食べるのか聞いてもらっていいですか。まずはこのカゴを、番号付きのカゴを持って好きな野菜を入れるのかな。そうですね。好きな野菜を取って好きな具材を入れて。お好きな、まずカゴを取りますよね。番号が付いてます。みんなの番号がちゃんと分かるようになってますね。じゃあ私しゃぶしゃぶだったらこれが一番好き、うん、あ、これチンゲンサイ。チンゲンサイ。じゃあ私ちょっと野菜の名前が疎いので、まずチンゲンサイ10バーツ。チンゲンサイです。はい、日本語がチンゲンサイです。チンゲンサイ。何でしょうか。お肉いく？ロースとベーコン。ロースとベーコンおすすめだよって言われましたので、ロースいっちゃおうよ。せっかくなので、ちょっとタイらしく、こういった練り物。ちくわ串10バーツ。じゃあ入れてください。安いよね。こっちはチーズなんだ。あ、いいね。じゃあちょっとこれも1個頼むわ。10バーツのチーズルーチン。チーズの練り物ですね。じゃあせっかくなのでえのき10バーツも入れちゃおうかな。じゃあこんな感じにしてみましょう。だいたい皆さんお昼ご飯こんなもんだよね。じゃあこれで頼むのかな。お願いします。安いしカロリーゼロだし。でもさっき聞いて昼の時は、みんながめっちゃ並んでます。人がめっちゃ並んでます。なるほどね。並ぶよね。こんなヘルシーな食べ物 OL さん好きに決まってるじゃない。だから早めに来た方がいいです。そうだね、早めに。基本的にどこもだいたい11時オープンくらいなんだけど、もうそれと同時に来た方がいいくらいですね。今11時半くらいになってかなり人が増えてきてるので。こちらです。私たちが頼んだお野菜たちが今しゃぶしゃぶされて戻ってきました。ソースをこっちに入れます。ここに入れてくださいって。ソースはこの器にソースを入れましょう。じゃあはい、じゃあくりちゃんおすすめの3選。まずしゃぶしゃぶと焼きパン、そしてケバブです。まずじゃあこれからあったかいね、出来たてのうちから食べよう。ちょっと私、ダイエット中の私でもいくら食べても許される。食べちゃおうと思います。これはチーズなんですね。これチーズの練り物、一番高カロリーなもの取ってしまった。美味しそう。自分で好きな具材選べるのいいよね。そうですね。じゃあソースをちょっと辛いの怖いからちょこっとつけていただきましょう。うん、
うん、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 中でチーズが今ブワーって暴走してる、うん、私の好きな、うん、なんだっけ、3分で忘れる野菜チンゲン菜、チンゲン菜ソースにつけます。チリソース、おいしそう。ブリちゃん全然辛くないですね。こっちは信じられます。思ってたより辛くないんですよ、ソースが全然。だから置いとおらずしてもいいかもしれない。信用できない。あれそうかな。でも私辛さには苦手なんですよね。そうだよね、そういう体質なんです。なんかいつも言われますよ、偽物体質。はい、ではこちら焼きパン、カノンパンピンってあってますか。カノンパンピン、ヌイノン、カノンパンピン、ヌイノン。バター塗った、バターを塗って焼いたものです。すごい焼いてるからすっごいサクサクで、でも中がもうバターと練乳でもうすごいこうジューシーな感じになってますね。美味しいよね。いい匂い、美味しい。なんか甘すぎず、なんか毎日食べれる味。毎日食べれちゃいます。しかもね、これ結構いろんな味があったよね。砂糖とかチョコレートとかあったので、こう日替わりで食べてみてもいいかも。ではでは、こちらもプリちゃんのおすすめのケバブです。はい、うん、中に生地パリパリになってます。おせんべい食べてるみたいな、で中はソースがの味がしっかりついてます。たまに薄い時あるんですけど、ここのはかなりソースたっぷりで味付けが美味しいです。辛くないですよ、美味しい、うんね、そう、辛さ一切なしでかなり日本人に食べやすい味になる。食べやすい味です。あー、来ました。これがね、もう私がわざわざ麻生区にこのために来てると言っても過言ではないくらい大好きな顔もっかいなのです。で、この屋台のフードコートにある屋台の中でとにかく一番並んでるので、皆さんすぐ分かります。めちゃくちゃ並んでる、めちゃくちゃ並んでるから。結構並んでる、結構並んでます。5分くらい並んでます。ただいまの時刻は、ただいまの時刻は午前11時50分です。11時半までに来てもらいます。11時半だったらまだすぐ買えます。はい、ここで自分で好きなだけパクチーを取って、スープを自分の好きな量を取ることができます。これをね、皆さん食べに来てもいい、ここのために来てってくらい、とにかく見た目がさ、通常のカオモッカイって結構煮込んだチキンが多いんですけど、ここのはトーストなの、揚げてるんですよ。この美味しさをまずはプリちゃんに伝えたいと思います。ちなみにこの甘スパイシーソースがつきます。早速こっち行っちゃってくださいよ、はい、このさ、黄色いカレー風味のライスがまた美味しいわけよ。黄色はウコンなんですね。ウコンライスなんだ、ハーモニーすごいから。うん、ガリガリ、カリカリ。ライスは、ライスどう、うん、ウコンの匂いする、いい匂いです、いい匂い。このチキンがね、サクサクだし肉厚なんです。うん、でかっ。うん、うん、うん、ちょっと大きすぎたので向こうとに支障が出るんですけど、すごい、とにかくサクサクでジューシー。なんかカオモッカイはイスラムの店だったらめちゃくちゃ美味しいです。ここのお店もイスラムです。イスラムの方がやっているお店だと美味しい。はい、そうです。あ、いきなり大根見つけて喜んでますね。私、なんかスープの大根が好きなんですよ。カオモッカイにはセットのスープがついています。大丈夫、熱い熱い熱い、みんな気をつけて、熱いから。うん、でも美味しい、美味しい。これはチキンのスープかな。チキンスープ、チキンスープ、多分チキンだしで取ったチキンのスープだと思います。これがまた美味しいんだ。こちら皆さんカオモッカイ食べてますね。カオモッカイ、カオモッカイ、
おじゃーい。この街灯とか美味しいから今日は頼みました。やっぱり顔もっかいは人気だね。やっぱ大人気ですよ。列すごいよ今。見てくださいよ。ここまで並んじゃってる。ね、今12時半くらいになったんですけど、人が多すぎてもう大変。すごいなこれ。でも基本的に全てのものが持ち帰りできるので、持ち帰って家で食べるのも一つなんです。ホエールマーケットは徒歩圏内にベンジャキティ森林公園があるので、混む時間帯は移動して食べてみるのもいいかもしれません。ちなみに今回紹介しきれませんでしたが、アヒルのクイッティアも人気らしいですよ。ぜひ行ってみてください。グッドボタンとチャンネル